地味な色合いだが、独創的な形をしている、古道デザインというらしいですが、極限まで要素を減らしたその佇まい、最初に見た時は驚かされました。一番特徴的なのは、水滴みたいなリアエンドだよね。流線形ゆえの美しさはあるけど、こんな要素のない形でいいのかと、かなり戸惑ったのを覚えてる。フェンダー部分のもっこりも、大したもんですね。ミニマリストが好きそう。テスラを買えない人にも手が届く。新車の安いのが230万円ほど、中古なら150万円と、デザインと内外装の割に、安く手に入りますね。温かみのあるハロゲンポジションライト、廉価グレードっぽさ全開だし、このデザインに光り方が合ってない。そして、何をやったんだよっていう傷が入ってますね。内装は、新車価格を考えると、どう実現したんだという上質さ。シートがふっかふかで座り心地いいですね。ファブリックだから安い。そんなことは全くない。ここ飛行機みたいだな。新車価格が限られてる中で、この見かけを実現してくるなんて、松田さん、利益出てるんですかね。公式サイトを巡ってる感じだと、ハイブリッドの高いやつでは、400万円に迫るようだ。オートマとマニュアル、ガソリンとディーゼルにハイブリッドまで用意して、セダンまであって、パワートレインの開発費は回収できるの？数が売れるような見かけには見えないのに、実際見かけた記憶ないのに、そんなに開発コストかけて、会社は大丈夫なの？自動車開発をビジネスとしても見ている私にとって、まずそこが不安でならない。ちゃんと魅力を伝えてあげないとな。カードを入れてください。指導から20秒ほどで、アイドルアップが収まりましたね。深夜に指導するにはちょっとうるさい。純ガソリン車なんて、今時時代遅れだもんな。そういうところで差がつくよな。後で分かっていくことだけど、86並みか、それ以上にうなるエンジンです。ここまでするの？っていうレベルで。メーター内部も、新車価格にプラス100万円しないと成り立たないレベルで、ちゃんと作ってあるんだな。さっき乗ってきた6の方と比べると、機能や質感はさすがに劣っていますが、値段の前に意味をなすものではない。上質と言いたいんだけど、少しだけ安い感じが残るというか拭えないというか、まず不満は出ないレベルだけど、この新車価格は現実のものだし、そのための開発陣の、紙の会議の段階から、突き詰められたものが見え隠れする。乗り心地についてですが、軽いからなのかな、路面に丸が無数にあるんだけど、その凹凸を拾って、常に上下に動き続ける感じ。車重は約 1.3 トンらしいな。軽い車の動きになるわけだ。コンパクトカーサイズで、運転もしやすいですね。ただ、あの外観とこの内装だから、異質な乗り物に乗ってる感が、常時付きまとう。この時代にしては珍しく、多段式のトランスミッションなんですよね。エンジン音がはっきりと聞こえてくる。いまいち回す機会がないので、音については後で取り扱いましょう。見た目のインパクトが強すぎたからか、エンジン音がすげえっていう感想しか、明確に覚えてないんですよね。そこでメモを見返しますが、ハンドルは6の方と同じようにクイックだが、少し重いと書いてあります。その重さは交差点の右左折でも感じるし、少しだけ、ハンドルが切りづらいような印象。気にするほどでもないけどね。横幅 1795mm に、前後は 4460mm、最小旋回半径は 5.3 メートル。コンパクトサイズでいいな。左にアベンタドールが止まってるけれど、車としての造形の独特さでは、デザイン的に負けてないと感じる。ゴテゴテにして見せる方と、極限まで要素を減らす方、無楽だが、ミニカーを眺めながら、ワインでも飲みたくなるのは同じ。そういえば、電動パーキングブレーキではあるけど、このグレードだけか、パドルシフトがついてないんですよね。でもですよ、マニュアルシフトが、上側がシフトダウンなんです。加減速の G に習うような配置、86以上だと感じる排気音、やる気にさせますね。というか、車検証上の運用ベースだと、ノーマルマフラーの86よりうるさいかもしれんぞ。ステアリングホイールが、ほんの少しだけ安っぽく見えてしまう。6の方に乗った直後だけに、下の価格帯の車種を、エントリーモデルのように据えるのはボードイツ車と同じだが、不便や不満は出ないんだからすごいな。同じ価格帯の他車が、どんな内装してるか考えれば大したもんですよ。低価格帯の車あるあるな、バッタバッタとした足の動き、それがこの車種にはなかった。つまり、サスペンション方式にも、最低限の金を使っているということ。そして普通の加速でも、音の出方がジェントルですよね。エンジンもしっかり作ってるって、
これ赤字商品だろ。オプションで12万円のコーティングとか、5万円のビルトイン ETC とか付けさせないと、メーカーに利益出なさそう。むしろ、福利厚生の一環として、自社の従業員にマイカーを持たせる用としての、価格設定なんじゃないですかね。ブレーキホールド装備だし、もうアイドリングストップ作動してるし。アイドリングストップからの再始動も自然ですね。400万円で売っててもおかしくない見た目を、この値段で乗り回せるとか、走る広告等をやらされてる気分。カーナビの方も、当たり前のように車両システムと連携されてるし、どういうことなの？もちろんですね。操作系統は他車種と同等なので、左手ですっと伸ばして使えます。地図がまた見やすいんですよ。色合いがはっきりと分かれてる。ハンドルを揺さぶってみますが、わずかに重さがある点で、6よりは自然な感じ。でも、あの大人びた外観なら、もう少しだるさというか遊びを持たせて、ゆったり走れるようにしてもいいんじゃないの？エンジンだって86以上にうなるからな。いろいろとアンバランスだよな。あんまり言うことがないので今回はカット多めでいきますが、右後ろの警告の親切さよ。路中を避けるために、あるあるな接近をしただけですが、ここまで丁寧に教えてくれるんですね。シレットミラー内部に、ブラインドスポットモニターついてたよな。クルーズコントロールもあるとかさ、新車価格に対して、装備が豪華すぎない？しかも見た感じ、自動追従タイプだろ？装備を考えると、この車、日本車で一番コスパがいいかもしれないっすね。回転寿司の、100円皿のマグロみたいだ。さて、スポーツモードがついているので、ここで踏んでみましょう。ねえ待ってよ、なんでこんな変態的な音出すのさ。下手したらロードスター以上だよ。スポーツカーよりよっぽどスポーツしてるんだけど、どういうことなの？パドルはないけど、シフトダウンだ。教習所みたいなコースを待ち乗りしてるのに、もうスポーツ走行なんよ。この排気音、絶対うるさいよなと思ったのと、常識の範囲を飛び越しそうなので抑えます。抑えるとは一体、減速中にシフトダウンを入れただけなのに、音が元気すぎるんよ。加速力自体もかなりのものだし、純正マフラーで出していい音じゃない。特に音量、音がうるさいし、何より音質が素晴らしいよな。例えば R35 は、パフォーマンスと規制的に、マフラー交換がありえない車種ですよね。このマツダの3も同じ感じだ。この音質とこの音量から、どうマフラー変えるんだよ。なんかこう、純正状態で完成されすぎてて、買ったとしてもやることないよな。車高下げる以外で、なんかありそうか？ホイールだって、純正ホイールのデザインバランス、こういう車種で履き替えても、純正より良くなるとは思えない。同じくらいの新車価格だった86は、運転していて、あれがダメだこれがダメだ、そもそも金がかかってないというのがわかる車だった。新車価格が限られてる中で、開発陣は苦労して車を作る。86には、その苦悩が現れていたけれど、このマツダさんは、どういうことなのさ。何を思ったのか、確か、自販機のジュースが飲みたくなって、路地裏にないかなと思って、唐突に狭いところに入る。これが地獄の始まりになろうとは。デザイン的には車高高い感じないのに、普通に余裕あるので、段差も怖いものなしですね。え、何これ大丈夫？コンパクトカーだからガンガン入るけど、でかい車種だったら、できそうなところで U ターンしてたな。なんかの学校脇らしいが、一本路地裏に入ると、途端に東京要素が顔を出すな。なんだこの駐車違反電動キックボードは、貸し出しスタンドが路中とか、運営会社もろくでもねえな。というか電柱が変な位置にあるせいで左折できねえ。積んだ。一瞬だけエンジン切って、敷地内の自販機でデカビタを買ってきたのはないしょ。とっとと出ましょう。小回りが効くので、視覚的に無理だろと思う割には、普通に抜けられますね。というわけでハイカラ先進都市と思われがちな東京の、その実態をレポートしていきましょう。ただですら狭い道路幅が、電柱のせいでさらに狭くなってやがる。通行人は止まってパスしました。歩行者ともすれ違えないって、どんだけ狭いんだよ。山奥の方の、登山道入り口への道路、あっちの方がまだ広いよな。その道路幅と高低差の組み合わせの中に、BMW が放り込まれてやがる。3シリーズなのは、多分サイズの制約でしょう。箱根に行っても、やけに BMW の3シリーズが多いよな。
金の問題じゃないと思うぞ。東京って本当に歪な都市ですよね。こんな住む価値ないような路地でも、アホみたいに家賃が高い。やろうと思えばここでも左折できたようですが、ノープランで適当に入っちゃったし、直進してみましょうか。コンパクトカーとか軽自動車とか、こういう狭いところでこそ、進化を発揮するってもんです。というわけで出てきましたが、どうしようか、もう言うことないんだよね。ぐるぐるしていました。唐突な U ターンです。前回の動画で、時間帯指定の展開禁止の交差点を、時間外に U ターンしていたら、交通違反だってコメントで指摘されたぜ。下道の2車線道路で、左から抜いたのを違反だって言われたこともあるんですよ。他車線道路の中で、1台だけ遅くて足を引っ張ってる車がいたら、そういう人が書いてるんだろうなと。あとは、ハンドルの上部に隠れた点滅を見落として、ウインカー出してるのに、出してないって書かれたりね。そうやってお金を稼いでいって、次は CRZ を買うんだ。はい、CRG ですね。それも違うぞ。CRZ が正しいらしいぞ。というわけでぐだる前に帰っていくのですが、斬新な車でしたね。急坂の途中で1速にシフトダウンすると、かなり強い変速ショックというか、衝撃がきます。これは途中のシフトダウンはやりたくないっすね。いい車だったけど、数が売れるって感じがしないんだよな。これを買おうっていうイメージが、全然湧いてこないんだ。デザインが独創的すぎた説あるな。デミオだっけ、ニだっけ、あっちじゃダメなのってなるし、不人気車だとは言いたくないけど、売れてないというのは、致命的だぞ。だって、世間で嫌われがちな例の車たちって、数が売れてるからね。そんなマイナー車の魅力、伝えることができたと言っていいんでしょうか。エンジン音はロードスター以上だったけど、だとしてもみんな、ロードスター買ってマフラー買えるよね。車好きの男の子は、中身がスポーツしてる、見た目が普通のスポーツカーより、見た目がスポーツしてるスポーティーカーが欲しいもんね。まあロードスターのシャシーは、生粋のスポーツカーとして作られてるけどな、86はかなり怪しいよな。シャシーへの金のかかり方があれだし、運転してても甘いし、86はスポーティーカー説ある、スポーツカー税があっても、86なんかに課税できないよ。まあ日本というのはすでに終わった国だからな。自分がどう行動するか考えようぜ。脈絡なく松田車に乗ってくれとか帰って書いて、空気も読まずに場の雰囲気を乱すくらいなら、ローン組んででも新車買いたまえ。松田やテスラ車がいい車を作ったとしても、ネットで嫌な思いをさせられたというイメージだけで、購入候補からはすっと外されるんだぞ。好きだからこそ、そのアイコンで SNS 活動なんかできないよね。さて、駐車については言うことないですよね。日本のコンパクトカーは偉大だけど、あの変なリアエンドのせいで、左後ろがプリウス並みに見づらいぞ。デザインが得意な割に、車幅感覚はつかみやすいと思ったら、ここで弱点が露呈したか。どうでしょうかね。私はこの車の弱点、ないと言っていいと感じました。タイムズだったかなんかのサービスで、デミオダカニの方も乗れるらしいし、名古屋で CX5 も借りられるので、次はそれかな。はい、ご視聴ありがとうございました。